な来たかな。やっほー。先ほど新潟での私会が発表されて、まあホッとしてる皆さんもいらっしゃるんじゃないでしょうか。来てくれますかね。新潟の方が来やすいって人も多分いたと思うので、ありがたいです。来てください。です。おはよう。おはようございます。元気でしょうか皆様。昨日推しが卒業発表しました。うわー辛いね。卒業ラッシュだね。卒業ラッシュですよね。普通になんか AKB さんめっちゃ卒業発表してる気がする。まあ新潟は私が止めてるんで一旦中井さんで止まってるんで一旦ちょっとね安心していただいて。AKB やめすぎ問題なんかすごいよね。ラッシュだよね。でもなんかメディアとか外に出る子たちとさ、なんかあまりにもこう出れないことさがさの差がさ激しすぎて、多分 AKB さんはまあそこには実力だったり人気だったりが乗ってくるんだろうけど、なんか私だったらすごい病むだろうなと思う。出れない側だったら、せっかく AKB に入ったのに、なんかまあ今の AKB ってまあ自分の頑張れる頑張れないに関わらず、なんか結構なんだろうな、格差社会じゃないですか。
だから結構しんどそうだなとは外から見てては思うよね。なんか NGT はもともと人数も少ないし、なんか割とやりたいこと、メンバーがやりたいことを自分で見つけてそれを頑張ってたら、なんかその方面の仕事が来るみたいなさ、なんかまだチャンスが平等なのかなって思うんですけど、だって NGT って何もしてない子あんまいないじゃんだからまあ恵まれてるっちゃ恵まれてるのかなと思うけど、本店はきついよね、そりゃね。まあ多分年齢とかもあるだろうけど、押されてる押されてないの、そのさ、なんかまあ、中にいればいるほどひしひしと感じるし、今総選挙がないからそれこそ話し会とかで、まあ地道に頑張るしかなくて、ファンが一気に押し上げるみたいなことってなかなかできないから難しいですよね。いくら応援してても、結局は日頃の頑張ってることが如実に数字に出るっていう。私は NGT でよかったよ本当にしんどいもんだって、絶対本店だったら。ね、しんどそうだよ。まあそれに引き換え、私は結構幸せに卒業できるので嬉しいですやりたいことも全部やって、なんかだからそういうメンバーってほんと一握りだから、私は本当に恵まれてるなと思いますね。こんなに幸せな卒業ってあんまりないからそうじゃない？大体みんなちょっとは後悔を残したりなんかするじゃないですか。私はもう全部やりきったなって心から言えるので、なんか推しがそうだとファンも嬉しいじゃんね。うん、だから実はめちゃくちゃ私のファンの人って言い方悪いけど勝ち馬に乗ってる、なんか言い方悪いけどね、言い方悪いけど勝ち馬に乗ってるよ。こんなに、だってね、恵まれた卒業は珍しいですよ。それはそうかも。いやそうだよ、絶対そうだよ。よかったね、私が世渡り上手で
もう本当に。卒業、まあでもそうだね。最後に周りにどれだけ人がいるかで、その人の活動してきた内容がわかるよね。おのずと。私はもう誰に手紙を書けばいいかわからなくなるぐらいたくさんの方に支えていただいているので、もうついてきたら幸せにするって言ってたよ。私そんなこと言ってた？かっこよ。でも幸せでしょ？こんな写真集を出せてさ、なかなか出せる子いないよ。なんか今ある幸せを現代人は数えようとしない。なくしたものばかり数えるんだ。そう、さすがのジンベエもおこですよ。失ったものばかり数えるな。いや、イケメンだよね、私。でもまあ、本当に、ファンの人が幸せって思ってくれる卒業でよかったなと。これでさ、なんか文句ばっか残るさ、卒業だったらさ、なんか、なーってなるけど、ねえ、よかったよ、ほんと。おしめがいるようなやつじゃ。もう、あんたは、どうせ、あれでしょ？ AKB で忙しいから、知らない。早めにさよなら言っとく。バイバイ。でも思い出補正最強論っていうのは私の中であって、共にしてきた時間が長ければ長いほど、やっぱ複数推しメンがいる人って天秤にかけた時、長く共にした方を選ぶんですよ。だから私はわがまま言わない。さよなら。楽しんできて。最後のおたかつ。私はもう、ありがとう。今まで、なんとなく押してくれてて。まあでも私は死ぬわけじゃないし、アイドル続ける、アイドルじゃないや。芸能界は続けるので、結局さ、何もやらなくなるってのが一番悲しいじゃん。表はもう出ませんみたいな。みんなのアイドル続行、いや、アイドルはちょっとやらないですけど、でも歌ったり踊ったりすることが好きなので、ちょっと落ち着いたらまたなんかイベントなりなんなりはしようかなとは思ってるんですけど、なかなかその一人でステージを設けてもらえることってないので、結局クラクラもプロデューサーやるしね。だからなんかそこはまあ楽しく元気よく、元気になったら戻ってくるよ。まあどこまで行っても
アイドルを応援したい人たちだと思ってるから、アイドルの時にファンになってくれた人って。それは続けます。でもなんかやっぱ卒業したらさ、悪い大人が寄ってくるよってすごい注意されてる。ついていかないようにねって。だからまあそこはちゃんと NGT 運営に、古巣なんだから責任持って守りなさいよと盾になってもらおうとは思ってる。そこがやっぱ守ってくれてたらさ、私は変な人に選びかなくて済むじゃないですか。でもなんか変なところピュアで騙されやすいから意外と意外とね、意外と変なところピュアで騙されやすいんですよ私。悪いイケメンにもついていかない。イケメンに悪い人なんていない。ほらもう怪しいもう不穏なこと言ってる。危ない危ないそうでしょ。だからそこは守ってもらおうと思ってます。なので NGT と関わりがなくなるっていうよりかは、プロデューサーとかとしてちゃんと裏から支えられるようにするので、あの そんな私も応援してくれたら。でもどうせみんなリカのことなんて捨ててどっか行くんでしょ、知ってるんだから。こうやってさ、 AKB のメンバーとか他のメンバーが昔推してて卒業するんでちょっくり遊びに行ってきますみたいなさ、そういう感じになるんでしょ、どうせ知ってるんだから。さっきまで岩谷じゃ、でも岩谷上手だと思うよ。だって自分のその弱点をちゃんと分かって守ってもらおうとしてるんだから、一応偉くない？円満卒業だし。これ円満じゃなかったらみんなも、え、リカちゃん大丈夫みたいな、幸せには終われないよ。私が世渡り上手でちゃんと最後までよろしくお願いしますって周りに言える子だったから、こんな仁義を通していただいてるわけであって、これできない子だったら知りませんってなるからね。運営だって人間ですから。うん、もう少しの間よろしくお願いしますで、できる子じゃなかったら、てか卒業してもこれからも変わらず中井理香をよろしくお願いしますってできる子じゃなかったら、みんなおよおよおよってなってたよ多分。やっぱフローラクソだなみたいな。
そこに関しては私の頑張りと言っても過言ではない。わ、めっちゃ粘膜リップだ。見て、ツルツルになった。チューできる、これで。イケメンとチューできるぞーい。なんか私がちょっとさ、こういうようなさ、まあ、みんなのメンタルをえぐるようなことを言ってもさ、鍛えられすぎてそこまで響いてないの草なんだけど。まあ、だなんか言うてはりますわぐらいのさ、テンションなのやめてくんない？私だって響けと思ってさ、言ってるんだから。涙は出てる。嘘だよ。コメント打ててるやん。慣れって怖いよね。結構なこと言ってるんだよね。まだアイドルの状態でさ、イケメンとチューできるぞーいは結構やばいと思うんだよね。でもなんかもうみんな慣れすぎて、はいはい。はいはい。みたいなさ、そういう感じなのほんとやめてほしい。もっと、リカちゃん？え？みたいな。何やってんの？みたいな。反応が欲しいのにさ。大変だー。みたいなさ、そのなんか一応驚いておこうみたいなやつじゃん。それぐらいでダメージ食らうようなメンタル弱いやつオタクしてないやろ。おっしゃる通りです。おっしゃる通りで草。確かに私のオタクはメンタル強くないとね、生き残っていけないから。スキャンダルにも負けず、ブロックにも負けず、当たりが強い時も、落ち込んでいる時も常に寄り添い、励まし、味方であり続けるという選択肢。これ、伊豆オタク。中井里香さんのおかげでメンタルが鍛えられて、今でも元気にオタクしてられます。ありがとうございました。こちらこそどうも。里香ちゃんが、涙の分だけ、涙の数だけ強くなれるよ。まあでも新潟でね、直接お渡し、おっぱい会できる、おっぱいお渡し会するんだ。来てくれよな。リカちゃん。おっぱいお渡し会するんだ。いや、なんかでもさ、4月5月6月もうなったけど、あっという間だったな。特に5月があっという間だった。やっぱ卒業発表してから卒業まで刹那って言うけど、マジでそうなんだなと今実感してます。
日々が流れるのが早い。東京でも私がやるのでよかったら来てください。東京での私会はなんだいつだっけ忘れちゃった。7月1日とかねえ、時間ないんだけど普通に。8月末とするじゃん、卒業が。ってなったらもうあと1ヶ月ちょっと ?2 ヶ月ちょっとか。すごいね。だからね、言おうと思ってたんだけど、7月があんまり忙しすぎて、またあれできないかも、配信。まあ隙間見つけてやるようにするけど、結構大忙しな気がする。これでもさ、3つぐらい今さ、なんだっけ、リップ重ねてるんですけど、めっちゃすごいプルプルになった。へっ、チューできる。卒業公演光る。え、待って、え、待って、めちゃくちゃいにしえのオタク来てない？そしたら、え、本人。ちなみに光る鬼殺しはダメですつまみ出されます、安藤さんに。めちゃくちゃいにしえのオタク来てない。あこんにちは。女の子ってでも8年経ったら変わるよね、性格も。
だもん。相当のサンダードラゴンだ。鬼殺しさんいたな昔。長いことお疲れ様ありがとうございます。お披露目の時から私のこと押してくれてた。覚えてる。懐かしいなぁ。ほらこうやってね、私に昔のファンの人が来てくれるみたいに、私今は私のファンやってたけど、もともと違う人のファンで、その人が卒業発表したらやっぱ行っちゃうんですよね、浮気と分かっていながらも。新潟ロケ変わっちまうようなもうね、女の子は成長しますからね、精神的にも。よし。トトトトトン、タタタタタン。あ、いい感じ。まあ顔はできましたと。髪の毛どうしよっかな。髪の毛どうしようかな。女の子が成長してる間に俺も気がついたおじさんになった。おじさんだおじさんだ。おじ？この顔見せた瞬間可愛いって言ってくるやつ嫌いなんだよね。ずっとコメントしてるならいいけど、急にコメントしてくるやつら嫌いなんだよ。ってなんか言っても顔出した瞬間に可愛いって言ってくる。オタクのそういうところが嫌いリカちゃんはいつでも可愛い。そうだよね、声だけでも可愛いって言ってほしいよね、普通に。だからお前らオタクなんだぞ。一生恋愛市場に出回れない。しかもさ、私が 1,2 回嫌だって言ったことはやめてよ。なんでやるの。まだめ、ほんと学ばないよね。
も決まってなければ髪型も決まってない。これどうしようかな。確かに男ってそういうとこ、うん、なんで嫌だって言ってることなんでしてくんの。私何回か言ってるよね。心当たりある人謝ったら、すぐごめんも言えないやつは人間としてクソだぞ。まずオタクとしてじゃなく、すみませんでしたわ。嫌なことしないで。お前らマジ顔もあれで性格もあれだったらあれだぞ。具体的には言わないけれども、顔もあれ性格もあれだったらもう終わりだぞ。なんで学ばないの。誰かがやってるからいいやと思うの。頭が悪いよ。私が嫌だってことは覚えといて一生やらないぐらいのテンションにして。私のオタクならね。日本語なし。いや、なんか私はまだ片足アイドルなんで言語化不可能です。とっくに言わしてもらったか。そういう風に見えるのか、外から見ると怖いな。月日どうしよっかな。髪の毛まず服を決めないことには何も、ちょっと待って、てか服を何持ってたっけ。何も持ってない気がするよ。もうむしろ服って何？今日天気悪い？今日天気悪いですか？え、ほら顔出してる時じゃないとコメントしてこないんだよ。顔出した時は可愛いとか言ってくるくせに。これからお仕事です。悪いですね。お天気悪そげ。曇りのち晴れ。なるほど。ということはどういうことだ。ちょっと待って、日本語わからん。日本語読めません。日本語読めませんのあれか。どうしようかな。寒い？寒いですか？
最高24、最低10。ちょい寒だな。長袖というタク、長袖というタクか、これは。ただ私長袖持ってないわ。いや持ってるんだけど持ってるんだけど持ってないわ。ないもんだって、着たいなと思う服が。なんだろうねこの現象、こんないっぱいあるのにさ、どれ着たらいいか分かんなくなるよね。え、本当に分かんない、誰か助けて。ありすぎてないやつねそうそう、ありすぎてない。半袖でもイケメンたち、え、今日でめっちゃイケメンとチューできる、唇してる。なんだって一応驚いてみるやつやんなくていいよ、もう別に慣れてんでしょ君たちは。これ見た時リカちゃんがチューチュー言うか、猫がチュールじゃないよ、チュールじゃないよ。え、どうしよう、本当に服が思いつかない、もう何のあれもない、服ない、マジで。自問自答が青春してて草、立ち上がりました。チュールじゃないよ、イケてない面にも投げキスぐらいは。投げキス無理だよ、今くれてやる余裕がねえ。服買って、服買ってるんだけど、てかあるんだけど、ね、あるんだけどないんだよね、この状況わかる。そう、着たい服がない、ゆゆしい。カニカマソワソワしてごめん、私がソワソワさせたかもしれん。ちょっとあのみんな映ってない、大丈夫、これ映ってない、大丈夫。おっぱいだけ収めるとこに収めないと、ほら垂れ流しになっちゃうから。映ってない、やだよりか大炎上して最後にさよならって。投資します。映ってはない、収めないとほら大変なことになるから。で、音がね、ASMR です、よいしょ。変なとこで成長感じられてる。
サーモグラフィーで温度だけでもやば、変態、温度で全てを感じ取れる変態の人いる？ねえ、本当に良くない、死んじゃいそう。なんでこんなにも服がない。いや、あるんだよ、あるけどないんだよね。どうしよう、本当にない、着たい服がなさすぎる。あー、めんどくさいけど、いや、これでいいかな。よいしょ。これでいいか。まあ別にそんなイケメンに合うでもないしね。見えてない？みんな大丈夫？残念ながら見えてません。変態どもがよ。なんか顔もあれ、性格もあれなのに、一丁前に変態だけは変態なんだよな。だから多分良くないんだと思うよ。私、みんながどうして彼女ができないかを分析してみた結果、そう思った。うん。顔もあれ、性格もあれで、あの変態もあれだったらあれだよ。まあ私は片足まだアイドルなんで言語化しませんけど。お前らあれだぞ。意味完璧じゃん。変態だけは一丁前に変態なんだよね。はい、これこっちで合ってるよね。合ってる合ってる。ポニテにするわ。どうせポニテが好きでしょう。でも待って、リボンがない。リーちゃんのリボンがあった。オッケー。もういい、どうせだって下ろしてたら、下ろしてたらさ、ぐちゃぐちゃってなるから、きっとこの天気は。
頭皮に優しいポニテはないのか。ないよ。ポニテはいつだって命がけなんですよね。なんか昔より今の方が話したら確かに大人になってしまったよ汚いものを見すぎたこの世界で。大人になった僕はようやく。正直になれるのだろうか。あー、上がらない髪の毛が。いい曲だ君に会えたら何を言えるのだろう。あの日と同じ。校舎の片隅で大人になった僕はようやく正直になれ。何、タイヤキング決定戦現在2位。タイヤキングになりたい。何タイヤキングって。マジ今適当に喋りすぎててちょっとほんと、何タイヤキングって。これか、この変なキモい泳いでるやつ。キモ。集合体恐怖症の人タイヤキングなれんやろこれうん、何タイヤキングって。詳細詳しく。ね、なんか体調悪そうこのたい焼き焼かれてなくね。体調大丈夫、体調大丈夫って感じ。よいしょ。何最終枠って。そんなのあるの。はにゃー。
高級フルーツ大福？大福食べたい。大福食べたいよ。なんで18日なんかあったっけ。なんで最終日ん？てかなんで私より私の予定知ってんの？怖いんだけど。18日公演とか？日曜日が最終日。じゃあできるじゃん。日曜日だって私18でしょ。特になんもないもん。公演は11と22か。え、じゃあできるじゃん。何そう勝手に私の予定決めつけてきてんの。あ？あ？何様？クレームですか？すいません。何も言ってない人が謝って。ちょっと待って。なんで私が最終枠にできないみたいな決めつけられてるんですか。ちょっとよくわかんないっすわ。お前らだから彼女できねえんだぞ。すいません。なんかさ、髪の毛上がらない日今日。なんかやめてるんだけど髪の毛が上がること。上がってる風に見えるじゃん今これみんな。でもね、すごいね。え、てか多分私の手が小さいからね、いつもねポニテがね上手にできない。手が小さいんですよ。だから上手にできない。まあ大丈夫です。私のファンド M なんで、私がいくら言っても性格とか治らないんで、もう諦めてるんで。そうやって同じようによそで人様に迷惑をかけるより私がかくまっておいた方がいいだろうと。どっから来たのって言われて、元2割ですって言ったまったもんじゃね。ずっとここにいいな。
ママおじさん感動まあちょっとね、私の班は変わってるから関係性がね特殊なんですよね。48グループにも星さんはいる。何、おっぱいさん いいアイドルになった。よかったよかった私はでも私なりにねアイドルの形を見つけただけで、こういうアイドルが嫌いって人はねいますかね、ていうか大半はそうだろうけど、ここにいる人たちは変な人たちなんで多分。よし、やっと上がったから巻きますね。広めはサイコさんだな。自分のアイドルの形を見つけるこのが少ない思いますな。でリカちゃん最強です意外とねこういうのが逆に刺激的で好きな人ももしかしたらいるかもしれないから、どうしよう私。あ、そっか、めんどくさいな。今日も家で寝てたいな。仕事行きたくねたくなさすぎて。でもさ、休むことも必要だと思うんですよ。私はお仕事で無理して心を壊すよりも休むことも必要。
休むの大事。はい、負けたかな。はいはい、できた。負けた。長袖暑いかな、ちょっと微妙だな。巻いたらね、前髪が自分の役割を失ってる。いいか。へへへへへへ。何分？4時に出るので15時45分ぐらいにやめます。あと1時間ちょいかな。俺は年を取って前髪が役割どころか存在です。つるつる。最近リカハマってるんだ。ファンの人につるつるっていうの。つるつるの人しかつるつるは言ってもらえないんだけど。よし、これでチョイスプ。なんかさ、めちゃくちゃおもろいツイートあったんだけど、聞いてくれ。エゴサしてたんだ。エゴサ。そうしたらば、なんか中井梨花ちゃん顔つきも優しくなって、もしかして妊婦さん、お腹のあたりがふっくらしてる気がするって言われて分かれてて、おいおい待て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 、ウエスト56センチだぞふざけるな、ふざけるなよ。だから勝ち誇った顔でミニスカの写真あげましたねこんなに細いでーすいや、新手のアンチだよ、びっくりしたもん私。吹いた、なんか飲んでたものイケメンがちちだからねえ、私のインスタ見たことあるびっくりしちゃった私、えみたいな。顔つきも優しくなってまで、まあいいまあいい、もしかして妊婦さんクレイジーすぎるだろ。中井梨花さん妊娠して卒業はさすがに
びっくりしちゃうよ。ねえ、びっくりした、マジで思想強いね、びっくりした本当に。違うよってここで訂正させてください顔つきはでも確かにちょっと優しくなったのかもしれないけど、別になんか母要素あるわけじゃないです。あの太もも丈ぐらいのワンピース最近よく着てたから、なんかそれがなんか A ラインでリカはふんわりこう何スカートが、まあ、ザ女の子みたいなシルエットになるのが好きなんですよ。それを着てた時に全身写真を上げてて、そのスカートは多分風かなんかで膨らんでたのかそう見えたのかなと思ったんですけど、あの東京ドーム行った時のね写真ねがそう見えたのかなと思ったんですけど、大丈夫です、ないのでそのような事実は一切ございませんタイヤキング1位で草、ありがとうございます。体調悪いタイヤキいっぱい投げてくださ、でもなんか普通のタイヤキもあるのかな、これよーし、タイヤキングになるぞ。2色あるっぽい。え、じゃあ体調良さそうな方投げて。どっちかというと。あ、体調悪そうなやつ、あの、あれだから。すごい、なんか。集合体恐怖症に優しくないから。たい焼きまで体調悪そうなの、なんかストレス社会の闇を感じるよね。ギャバあげなきゃ、ギャバとかなんかあったん、チョコだよね、夏い。おっこいしょ、マスクピンクじゃないな、いいや、茶色にしよう。テン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 、え、変、まあいっか、
どうせ打ち合わせだけだし。表に出ることはなかろう。なかろうて。ポケセンいるのはバレた。最近リカポケセンの音を歌っちゃうんだよね。回復してほしいのかもしれない。イケメンとチューするときマスクイケメンとチューできる唇なんです今日は。てんてんてるてん。なんか今日性格悪そうな仕上がりになってしまった。回復しました、ありがとう回復しました、回復させてあげた。みーちゃんの回復術。ああ領収書。私忘れた、ここにもあった領収書。おじさんすいません、おじさんで。うん、いいね。スクショかわいいとこだけ撮ってね。なんか半面のやつとかたまに流してるやついるけど容赦なくブロックするから。なんでこれ載せようと思ったみたいなやつ載せてるやついるけど許さないから、松台まで呪うから。怖い。よっこらしょっと。この人たち結婚できないからここが松台。確かに頭いいね。よっこらしょ、え、ま、今よっこらしょって言ってた私。終わりだよ、終わり。わかんないじゃんね、リカ姫と結婚してる人がいるかもしれないし。よっこらしょでよければもらってください。でももう無理だよ、じゃないと普通に恋愛できないから
このまま死ぬかリカ姫と結婚するかの二択だよみんなは。やばいよその二択。うん、100-0だよ、100-0。でくさ。安らかに死ぬのを夢見るね。リカちゃん選び放題ってこと。そうだよ、だからリカがリカに選ばれるような人間になるか、このまま一人でミイラになるか、どっちがいいっていう、どっちがいいのって。それか一切タフを認めてくれる人なら、まあリカの声推しの子理論、推しの子理論の人。あ、また出てきたこいつ、絶対出てくんだよね。こいつだけピンで止めようかな、ちょっと待って。最近髪の毛アップにしたらこいつ絶対出てくるんだよね。ピンで止めるわ。ね、すっごい急に毒吐いていい？急に毒吐いていい？なんかさ、アイドルやめてさ、何やってるかよう分からんけど配信とかで食いつないでるんかなみたいなアイドルいるじゃん。そういうアイドルがさ、なんかツイッターのプロフィールとかにさ、なんか欲しいものリスト載せてるのさ、キモくて無理なんだよね私。え、キモくて無理。わかる？え、キモくない？キモと思っちゃう普通に。なんか私もプレゼントとかいただくのでそれはすごいありがたいし、それってでもファンの人のご好意じゃないですか。ただでさえでもありがたいのに、なんかそれをなんか自らこじきするみたいなやつ本当にキモいから、プライドとかないのって思っちゃう。なんかキモーって。パパ活みたいなことでしょ、だって。うん、すっごい毒吐いてごめんね急に。ふと思ったんでね。そうですね、なんかそこまでなんか、まあ言い方あれだけど落ちぶれたらもう世も末だなって。そう、あとわかんないけど、なんか よく思うのは、
なんか私にももう来てるんだけど、何件かがこういうフォロワーがこんだけいたらなんかこういうお仕事がありますよのインフルエンサー事務所みたいなのが今増えてて、そう、でなんか本当にさっきも言った通りなんか悪い大人が寄ってくるんですよ。辞めるとか卒業発表してる子にも多分今までもそうだったんだろうなみたいな感じなんだけど、私にも来てて、中井さん割としっかりした事務所に入れていただいているのをご存知でないっていうあのそう案件屋さんみたいな、そういうのとかも来てたりとかしたら、なんかやっぱこういうので騙される子もいるだろうなと思って、なんか NGT を卒業した子たちにはなんかそういう悪い大人についていってほしくないなっていう気持ちでいっぱいですね。インフルエンサーみたいにして問題で無限に、え、そうだからなんかこの子普段何してるんだろうみたいなよくわかんない子がいるよね フォロワー多い子すぐバックとかサバイバックとかサプリマロタ、そう思ったら平和だな中井理香さん、そうだ恐れないひねそれをまともと言うのかどうなのか分かんないけど、アンパンマンミュージアム行って嬉しくってインスタ上げてますからね、ジョーやまくった結果したまま過ごして、あー分かる分かる、大丈夫だよ私サプリ進めない、アンパンマングミは無限に進めるけど、あれうまいぞちなみに、うん、アンパンマングミマジうまいぞ、食ったことあるか、なんかオブラートみたいなのついてるやつあるじゃん、めっちゃうまいよあれ、アンパンマングミぶどう味が好き、ねえオブラート好きすぎるもんね、わかる、オブラートめっちゃ好き、昔嫌いだったけど、ボンタンメ、ボンタンメなんてもうなんかめちゃくちゃ、なんかさ私さ今 TikTok でさ回ってくるさライスペーパーみたいな、わかる、あれ気になってる、なんかさ紙みたいなので食べれるやつうまそうに見えるよな、オブラート好きなのに言葉は一切オブラートです、イカ姫はもう決めたんだ、お天道様に見られていても何も悪いことをしてないよって胸を張って堂々と生きていけるまともな人生を送るって
生春巻きとかに使います。でもさ、ライスペーパー食べてみたら美味しいのか。ライスペーパーだけでさ、バリバリ食ってるさ、 TikToker いるやん。今でもいけてるんじゃない。でも違うんです。なんかあの絶対乾燥した方がいい。焼きおにぎりみたいな味せんの。ライスペーパーは濡らした方がうまい。そうなんだ。そのままだと味ない。味ないの。うっすーよ、せんべい。そうでもなんかん濡らして焼くのかな。難しい。なんかじゃあ焼きおにぎり食えって話だよね。焼きおにぎりの味するやつ食べたいなら。それならむしろ八つ橋の皮だけとかの方がいいや。八つ橋の皮だけうまいよな。私八つ橋の皮だけのやつ売ってるやつめちゃ食ってるもん、あのたまに。私さ、ほんと偏食でさ、キモいと思わないでね。キモいんだけど、あのクレープもクレープの皮だけが好きなの。だからなんかバターシュガーとかいらんもん入れてくれるな、皮だけでええねんって思う。生八つ橋美味しいよね。八つ橋好き入りかも。クレープは皮がうまいね。わかる。クレープ皮うまい。中華まん、中華まんもあのその外側の皮だけでいい。パンのとこだけでいい。でも小麦好きなんですよ。でも小麦食べ過ぎたら死ぬんでしょう。まあ何にしろ食べ過ぎは死ぬかもしれんけど。インドカレーのナンバー。何も好き。小麦って よくない。太るよね。なんか膨らむ体が。食パンの端っことか好き。食パンは端っこ嫌いでか。食パンの端っこじゃない中だけあの潰して食べたい。あのさ、パンのさ生地でまだ焼いてない生地の状態のさ粘土みたいなやつだけで食べたい。キモいでしょ。粉ミルク一生舐めてられる。私赤ちゃん用の粉ミルクずっと舐めてランチパック。なんか中身いらんマジで。粉ミルクの粉めっちゃうまいぞ。めちゃくちゃうまいぞ粉ミルクの粉。赤ちゃんせんべいおいしい。赤ちゃんせんべいもおいしい。ミルクせんべいも好き。あのあれミルあの
ピラルクじゃなくてなんだっけ、ピルクルじゃなくてクリープのクリープもさ、ピラルク死んだクリープもずっとさスプーンですくってそれだけ食べてピラルクって何、魚、あつ森で草古代魚クリープうまいよマジで。でもリカ古代魚も好き、古代魚とか化石とかさ、シーラカンスとか見るの好きなんですよ。あの深海魚、古代魚ウーパールーパー、うん、なんだ、なに、カブトガニ検索するね。キモ。キッショ。キッショ。絶対裏返すな。キッショ。でもちっちゃい。ちっちゃいんだ。キッショ。キモすぎ笑った。セミやん。ちっちゃいのしかないよ。きっしょ。う、絶対裏返すなって。あと何で、メガロドン、これ何、普通のサメじゃないの。顔怖っ。ヤクザの人顔怖っ。いや怖い。絶滅したって書いてあるよ。サメだ。あとは？何でラテメリアってシーラカンス？
ねえねえ、このさ、このまつげが長すぎてさ、上のまつげと絡まって目が開かないんだけど。お腹すいた。ブロブフィッシュ、なあそれ。キンモ、なんか電車で見たぞこのおじさん。なんかロボットみたい。うん、なんかある、まだこれはキモいよってやつ。深海魚、あのさ、あれはデメギニス、私が一生あつ森で釣れないやつ。デメギニス知ってる？これめっちゃキモい。何？八つ目、何？キンモ。頭ないやん。デミギニスやばいよね。私これあつ森で一生釣れなくて。餌投げまくってるんだけど、これであとあと1個であの寄贈が終わるんですよ。なんか1回釣ったことあるんだけど売っちゃったみたいで。そう、ドン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 。あの未公開カット見ました？バンダイ橋かかってたでしょ？おっぱいにバンダイ橋かかってたでしょ？でもさ、すごいさ、私だったらね、
私だったらね、これがいろんな人に見られると思ったら嫌だなっていう気持ちになるの。もし推しメンがそういったエロいものを着ていて、いやーこれがもう全国のこの人を好きな人たちに見られるんだと思ったらさ、嫌じゃない？私はね、嫌なんだよね。だから本当のガチ恋の人は結構複雑な気持ちなんだろうな思うけど、初グラビアの時は嫌でした。そうだよね。タイヤキングになれたよ、嬉しい。タイヤキングです。和菓子の日とかもあるんだ。和菓子の日が何をもらえるの？和菓子の日はお菓子？和菓子大好きだからな。でも確かに後ろのやつがなんか変わってる、緑だ。なこれ、フルーツ大福。それでも何万ポイントか必要なんでしょう。20万ポイント無理かな。20万はさすがに無理だよね。白いたい焼き、そんなのあんの？あ、え、見たことあるかも。ローソンとかに売ってない？こんにちは、ナディアです。もうついにナディアさんだけできちゃったじゃんねえ。ファイズさんじゃなくて、ついにナディアさんだけできちゃったじゃん。単品？20万は即です。いや、またまただ。何言ってんすか、何言ってんすか。20万なんてで いくわけない。白いたい焼きはもちもちしてる。え、ライスペーパーってこと？またまた、またまた、具合悪いたい焼きも飛び交いますと。白いたい焼きおいしいよ。わかるわかる。食べたことあるかな？私1、2回あるかもしれない。お腹すいたよねえ。お腹すいてる。2回目はすごく。最近私がハマってる食べ物はアンパンマングミとお菓子いいね。半日やポイント半分ならいける。いけるかな。
無料たい焼き、おー、ぜひたい焼き投げてください。たい焼きキングになったら何になれるの？たい焼きキングっていう称号が与えられるだけ？また焼肉？なるほど。食べ物送って、食べ物は送れないです。一応ダメってことになってます。太田プロも食べ物送れないんです。でも大丈夫、2回目あのいっぱい食べてるから、グミグミ焼肉は万人受けすると思う。もう年取ってくるとさ、胸焼けするよね、焼肉なんてものは。そこで寿司ですよ。お寿司はいい。アンパンマングミ一つしかなかった。美味しいよ。まだその感覚になったことないです。嘘、若いね。胸焼けする。リカはだから牛タン塩でしか食べない。塩レモンで牛タンを白飯とかき込む。もうじき30です。みんなおじたんじゃね。私もおばさんだ。私がおばさんになっても、マリナが歌ってたけど一言じゃないなと思って聞いてたよ。若い子が好きだから、タン塩かける白米イコール神。いや、タン塩美味しいけど、でもどうだろうな、キムチとか野菜、チョレギサラダがあれば、お肉カルビぐらいはいけるかな。ねえねえ、あのさ、脂身の少ない部位なんて言うんだっけ、あるよね、なんだっけ、忘れちゃったけど、そこぐらいならいける。焼肉行ってもウィンナーしか食わん。でもさ、ベジタリアンの人いるよね。ハラミ、あー、ハラミだ。ハラミ？ハラミは食べれる。なんか油乗ってて美味しいですよとか言われるけど、油乗らんでいいけどって思うんだよ。とんかつも私ヒレしか食べない。ロース食べない。カサカサの肉うまい、わかる。鶏ももより胸肉が好きだもん私。
サカサの肉うまいよな。カサカサのサザミ好き。カサカサって言い方ちょっとなんかあれだけど でもカサカサの肉めっちゃわかる。ささみ肉ね、美味しいよね。カサカサって何？本当やだ。なんか最近お仕事が午後からのことが多くて、最近この時間とかにもやったりするんですけど、平日でも平気でみんな来てくれるから心配になる。なんでみんなお仕事してないのかな。しながら見てるって人もいるよね、たまに。夜勤の人もいるか。仕事よりリカちゃんです。そうだよね。お昼休みだった。確かに休憩しつつね、頑張ってください。点滴打ってきた。嘘、奇遇だね。私も昨日点滴打ちました。もう傷が治ってるか。点滴祭りです。私は最近なんか食べたものをね、もともと胃下垂なんだけど分解できないんだって。内臓が弱くて。そう、頑張って心臓痛いのもちゃんとね、あの病院行ったんですけど、なんか結構あれで、なんかニュースになっても嫌なので言わないですけど、でも今んとこ大丈夫です。ただみんなに言っておきたいのは、配信中にぶっ倒れたら通報して。多分倒れてるって分かんないから、静かに死ぬから、それは嫌だから、早めに発見してほしいから、バタンって倒れたら、推しが倒れました、家とかは分かんないんですけどってちゃんと救急車にちゃんとあれしてください。でも言うてそんな、なんか
ってそんな、あの、なんですか、今すぐ死にますっていう感じじゃないので、場所伝えられねえ。でも伝えられたら問題じゃない？なんか最近さ、混沌としてる？みんな。うん。仲良くしてね。リカが気持ちよく卒業できるようにして。でもこの間のすっごい長いエスカレーターだいぶ上まで来て登ってる時にってなって、手すり捕まってなかったら多分死んでた。やばくない？うわってなって、めまい、シンプルめまい、怖いよね。この間渋谷でもなった、うわーって人が多いとさ、すごいなる。あの渋谷の半蔵門線のエスカレーターでわーってなった。紫のやつ、半蔵門線、紫半蔵門線合ってる？それ。半蔵門線乗るよ。あとね、緑の千代田線合ってる？ C の緑のあの表参道とか止まるやつ、千代田線乗るよ。渋い。乗れるようになって嬉しくて覚えてる。地下鉄乗れなかった、昔。乗れるようになった、嬉しい。うん、前は乗れなかった。偉いね、祝。でもしんどいなとか体調悪いなって時は乗らないようにしてる。あの体調がいい時は乗れる。そう、体調悪い時に乗るとまたパニックになって、あの過呼吸になって一駅ごとに降りなきゃいけないっていう大変なことになってしまう。でもこの間電車待ってたんです。それで、まあ私がね後ろにこう
東京の電車は2列で並ぶじゃないですか。でこうやって待ってたら、あのそれはなんか線路との間にうんって開くやつがないところだったのね。それで待ってたんで、そう待ってて、でリカがこう最後3人目ぐらいかなにこうやって着いた瞬間、後ろこうやって見て、前の人が背の高い身長高いスーツ着たおじさんだったんだけど、ちょっとがたいいいようななんかみたいな、めっちゃ下打ちされて後ろに並んだだけなのに、えと思って、なんでと思って、でなんかはぁみたいな感じで携帯いじってて、えなんでなんで、なんか下かなりかと思ってで怖かったからね、怖かったから、そのドアを挟んで反対側にもまた2列できてて、同じぐらいの列の長さだったから、反対行こうと思って、怖いから隣のところに並んだの。同じドアだけど隣のドアのところに並んだので、なんかでもその人はずっとなんかブツブツなんか言ってて、で、あ、私に怒ってるわけじゃなくて世界に怒ってる人なのかなと思ってちょっとあの怖いから遠く行こうかなと思った時にもう電車が来ちゃってね、それであのまあドアが開くじゃないですか、でこうハの字になってさ、降りる人を待って入っていくじゃないですか。でまあ私は怖いから、まあ同じぐらいの列に並んでたから、その人とこうこうなるのね、一緒に入ろうとした、だからさ譲ったの、怖いからどうぞって譲ったのどうぞって、そしたらその人がその扉とホームの間の隙間にガシャンって携帯落として、最初ホームに落ちたんだけど滑ってその間にスーって入ってって携帯落としちゃったんですよ、その人が。で、って思って、あ、どうなるんだろうと思って見てたら、なんか、その隙間こうやって覗いて、多分取れないって思ったのか知らないけども、ぶち切れて、なんか、下げんなよみたいな。でも、周りの人たちも、え?みたいななって、怖怖怖と思って。私はもう、だから、もう、ピーみたいな、もうすぐ発車しますよの音が鳴ってたから、とりあえず乗ろうと思ってスッて乗って、でその人はホームでブチ切れたままドアがプシューって閉まって、で発車するしたんだけど、でもさ見てたのね、ずっとこの人どうなるんだろうと思ってちょっと好奇心もあったんだけど、えこの人めっちゃ切れてる、どうなるんだろうと思って目が離せなくなっちゃって、まあ見ちゃダメなの分かってるけど見ちゃってたのね。そしたらなんかまるで私のせいと言わんばかりにこうやってめっちゃ睨んでてえ私が悪いと思って確かに譲ったけど、なんかちゃんと携帯持ってなかった自分が悪いんじゃないかなって、思ったけど、でもすっごい睨まれて気分悪かった怖かった。でもなんかただでさえ機嫌悪かったのに、なんか携帯を落としちゃったらそうだよねって思ったけど、でもさ、やそう私に八つ当たりするの違うじゃんう
怖ーっと思って、で私そういうの多いんですよね。なんかこの間もなんか新潟駅の近くでなんかずっと独り言言ってる人にこう話しかけられて、お姉さんなんとかかんとか、何言ってるか分かんないんだけど、お姉さんなんとかかんとかだねみたいな言って、いや話しかけられて何みたいな感じで無視してたんだけど、なんかあのさ欅通りのさあのこう駅があったら一本駅に通じる長い道、弁天線があって、この横にさ欅通りがあるんですよ、冬になったらライトアップするところで、そこをからずっとついてくるの、もう何みたいな私は駅に行きたかったんだけど、ずっとついてきて、もうめっちゃ怖かった。で駅まで、欅通りか駅までって結構ちょっと歩くのね、その間ずっとついてきて、もうえって思ってた。ずっと一人喋ってんの、なんとかかんとか、お姉さんなんとかだなみたいな感じでついてくんので、途中でさ交番あるじゃん分かる人には多分分かるんだけど、交番あるじゃん、ちょっと歩いたところに。だからちょっと交番に寄って、なんか交番の前でこう通り過ぎるの待って、でしばらくこうニコニコしながら私のこと見てたんだけど、どっか行ってくれて、ああよかったと思って。とかそういうのとかも結構あるからさそう、不審人物と遭遇することが なんか引き寄せちゃってる、怖すぎ。だってこの間あの東京ホテル泊まってて、下にセブンがあるからセブン行こうと思って、それでなんかあのそのホテルのロビーかな、なんかおじさんがついてきてて、あこの人もコンビニ行くのかなと思った。で普通にこうやってなんかサラダとか選ぼうとしたら、もうサラダコーナーって結構広いじゃん、ここにずっといて、そのおじさんが、え近くないみたいな、空間把握能力皆無みたいなでもなんか耳とかに鼻息がかかるぐらいの距離にめっちゃいて、満員電車ぐらいの、怖っと思ってでもさ すぐえみたいな感じで避けたらさ逆上されると思ってさ、そーっと飲み物コーナーに移動したんですよ。でそーっと飲み物コーナーに移動したら、その棚を隔てて違う道からやってきて、また次この辺にいるの。えこれ私なんかもしかしたらあれだよなと思って、それで店員さんにちょっとあの人怖いのでちょっと出るまで待ちますって言って事情を話して、そしたらその店員さんがめちゃくちゃ優しくて、あ確かにちょっと変な人ですねみたいな感じで見ててくれて笑)やばいよね、舐められるのかな、なんでだよ、なんか なんで舐められる見た目してる私なんか結構でもあのまあ私服とか派手な感じだからかな、なんでなんだろう、
なんて来てんの、そうでも海外の方でした、なんか中国かなの方かわかんないけど、でもすごい日本語でめちゃくちゃ、あ変な人ですね、全部わかってくれて、見ててくれて、でなんか座るところがあったんだけど、イートインスペースみたいな、そこで私ずっと困ってたんですよ。結構広めのセブンだったんで、そしたらなんかあのもう行きましたよって教えてくれて、退店しましたよみたいな感じで、それでああすいませんありがとうございますって言って、気をつけてって言われて、めっちゃ優しかったうん、めっちゃ優しかった。それはナイスね。世の中変な人もいるよね怖いよ本当。でも私そういうの本当多いんです、無限に出てくるエピソードトークなんで普通なの、20歳女性ってこれぐらいが普通なんですかね。多いよね普通にしては。おいおいおい、はい、ズズズズでいっちゃつくな、これおい家でやれ、そういうの家でやれ、なんかいや私なんでだろう、目立つのかな、悪目立ちでもさ、こんなリボンつけたりさ、フリフリの服着たりピンクだったりっていう服をいつも着てるから、それのせいかなとも思う。なんかザ女の子みたいな服着てるから釣れんのかな、そういう人が「あの子美味しそう」みたいな、イエーイ、キモい、やだそんなこと思われてんの全然釣れなくていいのになんか一風変わった深海魚ばっかり釣れるんだが、ねえコアな部分に刺さってるってこと、危ない人ホイホイ、全然嬉しくねえおい全然嬉しくねえぞ、深海魚店開ける、いやワンチャン開ける、え、でももうほんと女の子とかにすごいあの、まあ、注意喚起じゃないですけど、なんかね駅のトイレとかカメラとか普通にあるらしくって、気をつけてくださいね。なんかさメンバーとかもさ可愛いじゃん、狙われないかさ不安なんだよね私私はなんかワンチャンさ戦えそうじゃん、なんだかんだ言ってもなんかキモーイとか言ってカバンで殴れそうじゃん、でもさとかさ日傘とかでさあのなんとかできそうだけどさ、でもさ新潟で育ったピュアなさメンバーとか不安だよ、優しい子とか多いから、カバンとかに鉄板とか仕込んでおいてもね、本当だよね、
もう私はもう即座にあの手の形やめな、男性のその急所をこう蹴って逃げる。やめなやめな蹴って逃げる。リカちゃんってやめな。やめて。今みんな押さえてる。ヒールでガーンって蹴って逃げる。走って逃げるのがベストだけどな。でもさ、足速いじゃん男って。女だからさ、私一応だから逃げる時間を稼ぎたい。あ、でもポケットにいつもヘアスプレー仕込んでるので、それで目にシューって逃げるわ。誤信はねできてるよ。そう、夜道とか怖いからね。え、でもリカ声でっかいから大丈夫な気がする。なんかキモい人とか、あ、キモそうこの人と思ったら発声練習するもん、まずはぁ、あ、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 同じぐらいキモい人になるけどね。低めの声で発声練習する。うーん、クソデカボイス咳払い、うん、うん、よくやりますね咳払いは。仕事があるので仕事に行きます、リカちゃん。じゃあね、はい、ちゃんとファイズさんに行ってきますのチューするんだよ。この間横通りすがった綺麗なお姉さんは全く同じ声出してた。え、やばい人だと思われたんじゃない？キモいやついると思ってすれ違いざまに払われたんじゃない？大丈夫そう？急に声出すとカサッとするからね。そうでしょう。そうそう、肉みたいになるから、ささみ肉みたいにカサカサするから。今日は休みです。うん、払われた。うちやん、どどささみだったんか。うっうっうっうやるわ。声でっかと思われるね、多分ね。で、傘とか持ってたら無駄になんか戦闘態勢に入る。なんか普通こう持つやつをこう持つ。傘がこうあったらこう持つ、こう持つやつをこう持つ。いつでもさせるよの構え。娘といたから違っててほしい。ああ、それはそうだね。そう、変な人
がいたらね、なんか後ろについてきてる人いるなと思ったらすぐ110番押して明るさマックスにして110番用意してますの手にして傘をこう持つ後ろから見えるあれで、うん、私は夜道はそうやって歩いてますね、一人で歩くときは。あとはもう目と態度で殺す。幕末の侍絶対に殺すぞの目をする、正当防衛ですからねの顔正当防衛ですからねの顔する。そうだよ、かかってこいって話ポッケにはスプレーがあり、だから容易には近づけないです、私には。普段からずっとそんな感じでいるので、抜刀斎まとめると110番をつけた状態でクソデカ咳払いしながら傘を持ち目で威嚇してる女の子が理解。そうだよ、だいぶやばいやつでしょ、不審者と肩並べられるぞ。ね、このさ、なんかついてるよね、やっぱりまつげが絡まる上と下。お、15時45なのでそろそろ終わります。7位が太郎かっこ没構成、6位が謎の3、5位が川柳さん、4位が龍二さん、3位がタケタケさん、2位がテリモウキさん、1位がタッタフォッカさんです。ありがとうございます。今日は、何プリにしようかな。プリリクあります、プリリク。バンダイ橋プリプリ、バンダイ橋プリプリって何ね。皆さん写真集見てくれましたか？先行カットのここにかかっていた橋が、バンダイ橋プリ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 はあ。